はいどうも、失礼します。赤山内でございます。というわけで、時も GS4 ですね、やっていきましょう。前回はクリスマスパーティーですね。ちょっとミカゲッチが、なんかミカゲッチがさ、ちょっとミカゲッチがねえいらっしゃいませって感じだったんですけど、まあ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 、とりあえずあれですね、ちょっと買い物に出てます。服がね、いろいろな、どんぐらい買ってなかったんだろうな。結構服買いに来るの久しぶりだよな。どうも。うん、いいお買い物できたかも。さあ、ちょっといろいろ買いに行きましょう。いらっしゃいませ。なあ、服のバリエーションがないとな、すぐ気づかれちゃうからな。よいしょ。はい、ここら辺もう購入。よいしょ。で、スタンプカードを使って 50% オフで購入します。 OK です。まあこれだけあればなんとかなるでしょう。スタンプカードが使い切ったのにまた埋まってしまった。完璧と言ってもいい。ありがとうございます。本当に？本当。しっかり流行を抑えている。コラムを見てくれてるのかな。あ、やべ、あ、ちょっと待って。あ、今ドレスか、セクシーな衣装か。そう、私たち姉妹のコラムにも書いてあるよ。さすがにあのミカゲッチとのセクシー服だよな。これからもこまめにコラムをチェックしておしゃれのレベルを上げていってね。はい、やった、ミチルに褒められちゃった。いい？マリーが次のファッションレベルに上がるためには、マリー、おめでとう。ああ、アップした。ファッションレベルがアップしたね。目に見えないファッションレベルが。おしゃれのコツをつかめてきたかな。マリーならもっと上を目指せるから頑張って。ありがとうございます。やった、この調子で頑張るぞ。ファッションレベルどっかにあるんかな。あ、な、お、音楽変わった？もしかして。あ、ヒムロ君からだ。おっと、はい、もしもし。僕、今ちょっといい？あ、いいっすよ。どうかした？今度の日曜空いてない？え、待って、それ1月1日とかじゃない？大丈夫？空いてるけど。イベントホールのチケットもらったんだ、一緒に。ああ、ぜひとも。行く行く行く。そう、待ち合わせはどうする？ああ、羽ばたけ駅はどうかな。いいよ、じゃあそこで。はいはい、楽しみにしてるね。うん、僕も。それじゃあ当日遅刻しないように。ああ、気をつけます。あの、遅刻常習犯なんでね。日村くんから訂正に誘われちゃった。日曜日楽しみだな。え、やっぱさ、日曜日正月だよね。ああ、正月じゃなかった。危ない危ない危ない。そうだよ。何を言ってるんだこの人は。ちょっと待って、ヒムロ君は、あ、ちょっと待って、ウルトラってついた。待って、ウルトラってついた。なんか、あ、ファッションレベルが上がったからウルトラがついたんかこれ。で、ちょっと待ってくださいね。ヒムロ君の好みは確かなんだっけ、ビビットじゃねえな、シックとかだった気がするんだよな。ちょっとすいませんね、あの写真を連写した時のあれを呼び起こしてます。あ、あ、すみません。ヒムロ君はビビットだったね。オッケーです。じゃあ、さあ、じゃあデートに行き。ウルトラビビット。完璧ですね。ウルトラですよ。ただちょっとこのままじゃ、今外寒い？かな。うん、OK だね。これでだいぶあったかくなった。すごいな。いや、ていうか、ファッション、ある。ファッションレベルある。右上、みんな右上にあるわ。あれか。星3だ、今。なるほど。まあいいでしょう。とりあえず行きましょう。ちょっと早かったかな。あれ、日村くん、もう来てたの？いいでしょ、あったかそうと。家にいても落ち着かないし。
落ち着かない？悪い。ふふ、うん？何その楽しそうな顔。もういい、置いてく。待ってよ。わあ、ごめんってば。何？よくじっと見ないで。よし。へえ、華やか。あ、この服？うん。いいんじゃない？それ。うん、素直に褒めてくれた。嬉しい。うん。時間通り。エクセレントですね。開演前って独特な空気。今日ちなみに何やるんですか？そうだね、あ、始まるみたい。どうかした？ヒイラギ君かな？もう勘弁して。オッケー。ヒイラギ君か？あ、違った、バンドや。うん、最高だったね。うん、まだドキドキしてる。本当最高だった。そのドキドキはバンドで？やったね、バッチリ好印象。何？よし、ちょっと強めに見てあげよう。落ち着かないんだけど。よし。ハートが赤いぞ。楽しかった。僕は言わなくてもわかるでしょ。何？はい、もう一回スキンシップいっときましょう。何？ねえ、この後まだ時間ある？もちろんあります。なら寄り道いいでしょ。いいよね、氷室くん。ちょっと強引な。ああ。毎回スキンシップが、最後の運のスキンシップが。ところで氷室くん。何？いや、もう聞くまでもない気がするけど、サーフィン以外のスポーツって何かやってる？今のところ。サーフィン以外のスポーツか。興味ない。興味出たらやる？まあ出たら。まあバランス感覚いいしな。苦手じゃないし。うん、知ってるよ。ならいいけど、勝手な先入観って嫌いだから。ああそうな。まあそうな、共同のあれもある。勉強ばかりの堅物って思われがちなんで。はい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 。氷室家の家柄のことを気にしてるんだろうな。そうな、あんな共同がいれば。ありがとう、送ってくれて。うん、それじゃあまた。はい、スキンシップです。ああ、その目、帰りづらいんだけど。ものすっごい家のフェンス触ったわ。氷室くんに送ってもらっちゃった。うん、今年1年振り返ってみると、ハバちゃんの取材よく頑張ったよね。そうね、記者レベル5になったの今年か。新しい1年の始まり、なんだか清々しい気分。あ、年賀状届いてる。ああ、リョートくんからだ。デザインもそうだけど、名前の書き方もかっこいいよね。これは右上のガオいいな。全力投擲、飛んでき。かわいいな。いつも全力なさっさくんらしいな。この右上の生き物、まさか立つ。これは、あ、本田くんだ。うわ、初詣の豆知識が書いてある。きっと一生懸命書いてくれたんだよね。かわいい、立つの年子。七つ森くんからだ。おしゃれでかわいいデザイン、こちらこそありがとう、七つ森くん。わあ、これはヒイラギくんだ。よかった、劇団もいい感じみたい。今年も応援したいな。あ、氷室くんからだ。去年はどう思って、それだけ。まあ氷室くんらしいかな。あ、ミガゲッチの押し花だ。うめえな、本当に。高校生活の総仕上げか。うん、残りの時間大切にしないとね。あ、これはミチルだ。うん、私も卒業してもずっと仲良くしたいな。光るからだ。あ、ミチルと私の絵が描いて、かわいい。これすごいな、かわいい。嬉しいな。あれ、電話だ。誰だろう。もう明けましておめでとう、みかげっち。私、あなたのことが直視できないよ。みかげっち、明けましておめでとうございます。これから初詣行こうと思ってんだけどさ、お前空いてるか。はい、喜んで。おお、そっか、今年はついてるな。去年もですよ。何を祈願しましょう。どうすっかな、歩きながら考えとくよ。じゃ、迎えに行く。はいはい。みかげちと初詣だ。どうしよう、何着ようかな。おセクシー。ウルトラセクシー。ただこの格好じゃ絶対寒いから。
よ、あー、ウルトラセクシーじゃなくなってしまった。ウルトラセクシーがいい。難しい。ウルトラセクシーってなんだろう。ナーチョウルトラセクシーにしたいけど温かさを捨てたくない。やっぱ着飾るとセクシーさがなくなるんやな。うわー難しい。うわー難しい。セクシー、まあ仕方ない。このセクシーで行こう。このセクシーで行こうって何？明けましておめでとうございます。明けましておめでとう。今年もよろしくお願いします。今年もよろしく。みかけち、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。じゃあぼちぼち行こうぜ。はい。どうだよ、願い事決まったか？難しいっすね。まだですいいな、時間いっぱいまで使うタイプか。ギリギリまで行きましょう。俺もだそうなんですか。そりゃそうだ、無制限に願い事できるならいいが。あ、一つじゃない？ミカゲッチの願い事って？そりゃみんなの健康だ。俺、クラスのやつ、園芸部のやつ、モーリー、ほらもう4つだ。それまとめて健康じゃダメですかね全員の健康でどうでしょうふわっとしたけど、まあそれでいくか。さあ、拝殿まで行こうぜ。イエス。今年何お願いしようかな。学業成就した場合ってこれどうなるんだろうな。大学に受かるのか。その相手は、あ、もうさ、いや恋愛成就を下手に選ぶべきじゃないなこれ。だーやいやー、去年亮太くんやったから今年はミガゲッチでいくか。もっとミガゲッチと長くなれますように。その願い叶えて信じる。あ、これ氷室くんにした方が良かったんかな。そうすれば3人行くよねきっと。ほら、あっち重要イベント発生だぜ。今年もおみくじですか？見てみろ、おみくじだ。どうする？もちろん引きますよ。あ、本当だ、引きませんかよし。お、今年は黄金の右手ですか？黄金の右手でいい運掴むぞ黄金なんですか？おう、この右手で何頭の元気な子牛を取り上げてきたと思ってんだ。いいっすね。任せとけ三ヶ口、すごい自信。さて、私の今年の運勢はなんかさあれ3年連続大凶じゃないか。大凶お正月からついてないな。お、大吉だ。お、じゃああれですね、法則ミカゲチすごいっすねまあ元日から別品さんと初詣だもんな。そういうことをスラスラと確かに大吉だぜよかった。そうだ、大吉の効力が切れないうちに何したんすか氷室教頭に謝りに行くかなえ、なんかしちゃったんですか？いや、まだ何もしてねえか。許されるうちに大吉の効力早めに切れそうだな。願い事の忘れ物ないか？な、ね、ちょっとさ、見かけちなんか時々影を落とすけど何何ですかそれ。はあ、いや、そろそろ時間かと思ってさ。ああ、まだ大丈夫ですけど。大丈夫じゃねえよ、ご家族も待ってるだろうからな。なんか願い事の忘れ物でもあったならって思ったけどさ。え、なんでもねえよ。わあ、ほら、見かけち行こうぜ。見かけち、はい、ありがとうございます。到着しちまったな。クリスマスの時もそうでしたね。はい、送ってくださってありがとうございます。なあ、さすがの俺もこれ以上はいけないわ。一緒におせち食いましょうよ。上がってきます？上がらねえよ。ああ、教師は大変ですね。学校にも顔出さないといけないしな。そうなんですか。うん、お前らが卒業しても、まあ留年っていう言い方は、俺はずっと留年してるようなもんだ園芸部の植物と一緒。ああ、まあ根生やしてる。あそこに根を生やしてる。ミカゲッチ、そんな顔すんな。俺が望んでやってることだ。なんかいつでも来いよミカゲッチ。緑のつるの中で
寝ながら待ってるぜ。童話の世界みたいですね。うちの学校の伝説に加えられるかもな。じゃあ植物のところに行ってくる。なんか別れがたそうな見かけち、少し寂しそうだった。でも最後の初詣で一緒に行けてよかったな。見かけちストレスがやべえ。寝よう。とんでもねえ、真っ赤だ。ストレスを抱えない生活を。あーでも寝るといろいろ下がるんだな。電話誰からだろう。はーい、マリー。あら、ヒカル。ヒカル、どうしたの？今夜、お姉ちゃんと3人でさ、ガールズトークで盛り上がろうよ。あ、何？電話で来るんですか？泊まりに来て。あ、行く行く行く。やったー、メルシー、マリー。やべ、準備しなきゃ。ふふ、じゃあ準備してからお家行くね。うん、待ってる。また後でね。まあ、2人にまだ挨拶してなかったしな。明けましておめでとうって。そろそろ道でヒカルの家へ出かけよう。よし、到着。イエーイ、あけましておめでとう、二人さん。お邪魔します。相変わらずおしゃれな部屋。今お茶を入れてくるから。アナスタシアの新作ケーキ。アナスタシアの新作ケーキもあるよ。お姉ちゃん、ヒカルも手伝うよ。あ、ちょっとちょっと、マリーはゆっくりしててね。私も手伝わせてよ。さあ、ガールズトークですか。お泊まり会恒例ガールズトークタイム、やりましょうか。それじゃあ身支度をしてからマリーのゲストルームに集合ね。はいはい、ちょっと、いやちょっと、なんだかお部屋いい匂い。そう、気分が楽しくなるマリーのアロマね。ローズマリーのアロマを焚いたの。いいねいいね、眠くなるまでおしゃべりしよう。いい？マリー。はいはい。真面目に答えてね。え、うんうん。マリーは今気になる男の子はいるの？います。いるよ、いるよ。正直でいい子。ただねえ。誰だか教えてくれる？ただそれ以外の男子、え、あのハテナの項目がまだあるのか。まあ、ちょっとさ、いやちょっと、いや裏切ったわけではないんだけどさ、ミガゲッチかな。ミカゲ先生もマリーを意識してる。うんうん。でもさ、意外だったんだよね。あー、ちょっと、普段の不良っぷりは表の顔で、本当のあの人は超真面目。え、なんか真面目要素ありました。初めて生まれた恋心と現在の自分の立場のことで少し悩んでいるみたい。ミチルとヒカルはなんでそこまでさ、恋心を的確に。この恋を実らせるには相手の気持ちを汲み取ってあげることが重要だよ。はい。そう、お互いの立場を意識しつつ。そうね、教師だもんな。相手の気持ちも大切にしてみてね。先生と生徒の恋、相手の気持ちを考えることが大事か。ねえマリー、真面目な話するね。え、ちょっと待って。え、うん。マリーのお庭に咲き誇るバラの花、その中でもひときわ輝く綺麗な色があるの。待って、これ、ちょっと待って、これもうルート決まる。これ私にもわかる。ちょっと待って、このバラはマリーと共に行きたいと思って。これルート決まるよね、絶対。もしマリーの心の中でも特別愛情を注いでいるお花があるならさ、このまま大切にしてあげてね。特別愛情を注いでるお花、それって男の子のことだよね。さあ、マジ飲んでみしょ。えー、違うんだ、まだ話したんだよ。私は帰りたくねえ。ダメ、夜更かしはお肌も良くないし、この目覚めも悪くなる。この関係続けたい。はあ、全然眠くないっての。ふふ。じゃあマリー、夫婦が笑えねえよ。おやすみなさい。ミチル、おやすみ。ヒカルもおやすみ。すでに夢の中みたいね。ちょっとどうしよう、3人でいろんなこと話せて楽しかったな。ちょっと待って、一回ヒカル。マリーガーデンの様子見せて。はーい、マリー。
はいはいはい、ヒカル聞きたいことあるんだけど。まあちょっと一回知り合いの評価もう一回見とこうか。ほんとね。OK。先生、お、待って、ちょっと、あ、ちむろくんがまだ微妙にマックスじゃねえな。OK。で、この二人はマックスね。ああ。で、爆弾抱えてる人はいないね。オッケー。ああ。他にもね。で、マリーガーデンは私のマリーガーデン。苦しい。他にも何か聞きたい？ないよ。光応援してる。ありがとう光、またね。ちょっと苦しいよ。苦しいよ。いらっしゃいませ。誰か一人を選びたくないよ。一人を選んだらもう一人と。ありがとうございます。なんか一夫多妻制の逆とかないかな。さてと、そろそろ帰ろっかな。いいところに。どうしたんすか、そんな目して。わ、氷室くん、この辺で小学生くらいの男の子見てない？あ、見てないですけど。あ、見てないけど、どうかしたの？はぐれたんだ、弟と。あ、弟いるんすか、一緒に探しましょう。それは、え、弟さん、氷室くん、弟くんいたんだ。何その意外そうな顔。あ、いや別に。一緒に買い出しに来てたんだけど、目を離した隙に見失ったんだ。はいはい。本当。いや、大丈夫ですよ、一緒に探そう。兄失格だ。僕のだ、ごめん。ああ、警察とかから保護したって連絡来たか。え、帰ってきた。ああ、帰ってきてた。弟、無事に家に帰ってきた。BGM が。今、母さんから連絡来た。え、本当に？よかった。うん。まさか一人で先に帰ってるとは思わなかった。ああ、よかったじゃないですか。心配かけて、ごめん。うん、平気だよ。日村くんに似て、しっかりした弟さんだね。どうだろう。下手したら僕よりしっかりしてる。小学生ね。母さんには僕が迷子になったって報告したらしいし。しっかりしてんな。じゃあ探されてたのは氷室くんの方だったんだ。そうみたい。本当、弟にはかなわないよ。エクセレントですね。じゃあそろそろ帰る。今日はありがとう。それじゃあ。いや、いいっすよ。無事でよかったな。氷室くんと弟さんの関係もちょっと覗けちゃったし。あ、三ヶ月からのメッセージだ。ミチルとヒカルにばったり会ったら、ずっとお前の話ばっかり。あいつらもお前のこと大好きなんだな、だって。私の話ってどんな話だろう、気になる。気になりますね。さて、睡眠してストレス下げて、記者活動で全体的に上げて。OK っすね。っていうかもう1月か、早えな。3年の1月。あー、なんかおしゃれレベルってさ、買い物してれば上がるんかな。いらっしゃいませ。あ、ちょっと待って、レディースファッションはさっき買ったな。ありがとうございます。よし、ちょっともう一個のお店は寄ってないので、ブティック行きましょうね。いらっしゃいませ。さあ、なんかいいアウターいいね。いいね、好きだよこういうの。よし。あ、てかもうさ、3年で卒業の時期だからスタンプ使ってよかったな。 あ、何、ミチルとは何もないの？おしゃれレベルアップとか言われないんだな、これ。それ期待してちょっと買い物出てるとこあるからな。あ、そういえばもうすぐ本田くんの誕生日だ。あ、もちろん買いに行きますとも。やっぱね、誕生日プレゼントもらうと嬉しいからね。 LED 付けポケットルーペ、化石とか見ちゃうぜ本田くん。本田くん。はーい。うん、今日誕生日でしょ、だからはい、プレゼント。あ、覚えててくれたんだ。もちろんですとも。家族以外にお祝いされるのって
特別な感じがするね。ああわかる。よかったら開けてみて。だあ、これはすごいよ。気に入ってくれた？どうかな、気に入ってくれた？もちろん、俺の趣味そのもの。でも今こういうのが欲しいって君に話してないよね。ダーホン欲しいかなって。うん、多分。なのにこんなに俺の好みを分かってくれてるなんて本当にありがとう。大切にするね。ああ、いいんすよ。すごく喜んでもらえたみたい。よかった。いやー、もうやばい、1月も終わる。あー、兄ちゃん頑張ってる？頑張ってます。あ、本田くんいらっしゃい。へえ、このお店かなり珍しい花も取り揃えてるんだね。あ、珍しい花といえばさ、青いバラって知ってる？作れないとかだっけ？あれ、それ黒いバラだっけ？あんまり見たことないけど。そうそう、見たことのない人が多いと思う。でね、あ、もう存在するんだ。存在しないものの象徴だったわけ。でも近年になって遺伝子組み換え技術でなんと青いバラが誕生したんだ。博識だね、ダオン。あ、ごめんなさい、お客さんが来ちゃった。うわ、なんか俺の方こそ、その切り方はちょっとあれだけど、でもバイト中だからな、しゃあない。様子見に来てくれたんだよね。それにしても本田くんの方がお花に詳しい気がする。さすがだな、ダオン、見習わなきゃ。さて、いやー、ちょっとな、ファッションレベル上げてんだよな。アクセサリーしかねえな、買っとこう。よし。どうも。最近はもう買い物に出てんね。えっ、さ、そろそろ帰ろうかな。あ、よ、七つ森くん。七つ森くん、りょうたくんと。で、あれ、りょうたくんもいんの？おい、なんで呼んでるのに止まんないんだよ。ああ、音楽聴いてたから悪い。ったく。で、お前の方はどうして急に現れたんだ？七つ森くんいたころ、私一人でお出かけしてたとか、二人は一緒じゃなかったんだ？違う。で、風間は何の用？用なんかない。ただ、あら、何落としたの？これ、落とし物。おかしい？すれ違って挨拶したのも無視。その上こんな大きなの落としても気づかない。大丈夫かよ。七つ森くん、普段ちょっとぼーっとしてるからな。ああ、悪い。ああ、でも風間のそういう優しいとこなんて言っちゃった。嫌いじゃないぜ。うるさい。そういう、ちゃんと持っとけよ。そう、株あげるやん。七つ森くん、ニヤニヤしてる。ほんとありがたくの声聞こえてたんじゃ。さて、じゃあこの辺で一回終わりにしますかね。ちょっともうそろそろ卒業を迎えてしまう。どうなっちゃうんだろう私。まあ流れに身を任せてやっていきますかね。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。